きなりさん、おかえり。お疲れ様。君たちがこの前見つけた飼育はもう片付けたから安心して。ん？それはまずい。ハイパシアだ。キラリ、いきなり駆け出してどうしたんだ？この迷彩帳はハイパシアの緊急メッセージを届ける鳥なんだ。ハイパシアって名前を覚えてる？君たちが前に会ったあの学者。おお、あいつがどうかしたのか？手紙を読んでみるよ。急に変な顔してどうしたんだ？オイラにも見せてみろ。曲がりくねった線が3本だけ書かれてるな。説明するよ。あの日、ハイパシアのところから君をガンダルバー村に連れてきた後、彼女は再び瞑想し始めた。そして彼女が目を覚ました時、つまりさっき、彼女は3日ほど何も口にしてなくて、食料を用意するのも忘れてたから、早く助けてくれって書いてあるんだ。こんなことが前にもあったからに決まってる。前回は5本の線だった。まあいいや。あの時のことは思い出したくない。ハイパシアはそれほどひどい状況じゃないはずだ。でも、早く様子を見に行った方がいいな。僕の非常食を代わりに持って行ってあげてくれる？あれ？オイラたちがか？でも、ハイパシアのところには、カラハームがあるだろう。こいつ、また気を失ったりしないか？これを嗅いでみて。どう？感じは。あれ？もう大丈夫なのか？本当か？ティナリ、なんでこいつが治ったのを知ってるんだ？地域の片付けを手伝ってくれたとき、彼は草元素の能力をうまく扱えてただろ？だから大丈夫だって判断した。君たちに世界樹の根についての話をしたとき、君はそれが幻覚とよく似てるって思っただろ？そう。あれは幻覚じゃない。けど、この間嘘をついたことを謝るつもりはないよ。なぜなら、君が見えるものはスメール。さらに、全世界にとっても極めて重要なものだからだ。僕の先祖は、マハールッカ・デバータ様から、大いなる恩恵を受けた。僕たちは彼女と共に、この国を守ると誓ったんだ。だから、僕は君が、スメールに信頼に値するかどうか、見極める責任があった。でも君の行動は、尊敬に値するものだった。だから、僕ももう君には、秘密にしておく必要がないと判断したんだ。実はあの時、君の意識は世界樹と繋がってた。君が見たのは世界樹の記憶だ。まあ、詳しくはハイパシアに聞いた方がいいよ。瞑想もパラハームも君と同じことをできるようにするためのものだからね。けど、本当に答えてくれるのか？初めてあいつに会った時、オイラたちとは一言も話したくなさそうだったぞ。それは特殊な状態だったからだよ。修行中はなるべく他の人と話しちゃいけないんだ。ここでちょっと待ってて。ハイパシアへの弁当。これで彼女を助けてあげて。それから、こっちの食材も彼女のところにお願い。この封筒は、僕がハイパシアに書いた手紙だ。これを彼女に渡せば、君たちの疑問に
全部答えてくれると思うよ。いいんだ。こちらこそ、この数日間は、いろいろとありがとう。ハイパッシアは、まだ洞窟にいるんだな。早くあいつの状況を確認しに行こうぜ。ハイパシアのことはよろしく頼むよ。僕はコレイに薬草スープを作らなくちゃ。さっき取ってきたサウマラタハスは新鮮なうちに薬にして飲むのが一番いいんだ。安心してよ。薬を飲めばコレイもきっとすぐ治るから。飛んでいったね、最長は。いざ。
そこで何か手がかりを見つけられるかもしれないぞ。逃げ道はありません。
しに行ったのか？ことなし。
花と酒を手に。変な場所だな。一体どうなってるんだ？なあ、どうしたんだ？なんだか不安そうだけど。はっ！
もいいけど、一緒に食材を探しに行こうよ。知る必要はない。アビスに使えよ。ガンザン八九。逃げ道はあり。料理の時間です。ハケンニョ万弱。さばきのイカズ。終了。審判。ガンザン八九。逃げ道はありません。無我の境地。全然勝てない。なんでだ。これまでこいつらとは散々戦ってきたのに。旅人よ、これまで数えきれないほどの危機を乗り越えてきたとしても、いずれ運は尽き、己の無力と弱さを思い知るがいい。妹。ハハハハ。旅人よ、お前は真相をまだ見抜けていないのか。それとも現実とは向き合いたくないか。姫様はとうにお前を捨てた。お前の存在は姫様にとって目障りなのだ。お前の探す家族の絆などもはや存在しないのだ。お前の旅は全く無意味なものだが、もう悩む必要はない。なぜなら今日がお前の命日だからだ。今はそんなことを言ってる場合じゃない。早くこいつを助けてやろうぜ。
あれ、こいつの周り果物がたくさんあるぞ。あ、そうだ、この果物なら役に立つんじゃないか。どうなった？ディナリかしら。私はティナリのお友達だったのですね。ごめんなさい、先ほどはご迷惑をおかけしてしまって。いいところに助けに来てくださってありがとうございます。それにこんなにたくさんの果物まで。いや、この果物たちはオイラたちじゃないぞ。入ってきた時すでにここにあったけど、それでオイラたち不思議に思ってたんだぜ。周りにこれほど食べ物があって口元には果汁もついてるのに、一体どうやって空腹で倒れたんだろうって。あら、そうだったんですの？あ、わかりました。ということはきっと私の隣人が来てくれたんですわ。隣人？ここには他の人も住んでるのか？もしかしてあなたもご覧になれるんですの？オイラたちが前見たあの奇妙な生き物をさっきここで見かけたのか？それに変な夢を見た？うー、不思議すぎだろう。でも民人さんは嘘をついてないと思いますよ。私も同じように人見知りの隣人を驚かせたことがありましたもの。安心なさって、彼らは悪意など持ちません。あなたに夢を見せたのはただ、早く逃げられるようにです。ハイパシア、お前の隣人、あの小さな生き物は一体何なんだ？私も彼らの名前を知りません。ただ、分かっているのは彼らが宗神様と深い関係にあるということだけ。なぜなら、私が初めて彼らを見たとき、それは、ちょうど私の意識が世界樹とつながった日だったのです。瞑想から目を覚ましたあの時、私は流れ込んできた知識のせいで頭がクラクラしていて動悸までしていました。そして突然洞窟の入り口に小さな姿があることに気づいたのですわ。私は好奇心でそちらへ歩み寄りました。きっと彼は私が近くで動き回るのに慣れていたのでしょう。警戒心は全くなくて、楽しそうに自分のやっていることに専念していました。私がひざまずいて彼を見ていると、彼はふと私には彼が見えていると気づいたのです。それで？そして、私は夢を見ました。気づいたら彼はもういなかった。もう二度と現れないと思いましたけど、数日後にはまた近くで姿を見かけましたわ。それに他の仲間たちもいました。感じるのです。彼は前よりも私を恐れなくなったと。でもまさか私を助けに来てくれるなんて。ええ、そうですわね。あ、そうだわ。ティナリからの手紙に世界樹についていろいろ聞きたいと書いてありましたけど、果汁をたくさん飲みましたのに、まだお腹がペコペコみたいで。ティナリが用意してくれた弁当は落としちゃったし、ハイパシアに何かいいものを作ってあげようぜ。オイラもお腹空いたしな。話は後にしよう。そうだな、鶏肉のスイートフラワー漬け焼きと大根入りの野菜スープとかどうだ？この二つはオイラたちの得意料理だからな。
たことのない外国の料理ですわ。楽しみです。実はティナリが最後に来てくれてからまともな料理を食べていなくて。私料理が苦手で、あなたたちの作った料理をいただけるなんて本当に幸運ですわ。手紙にもありましたし、ご自身でも語っておられましたが、パラハームを初めて嗅いだというのに世界樹とつながれるなんて驚きましたわ。私は確か3年ほどかかったかしら。それでも教令院の学者の中では天才と呼ばれるくらいなのですよ。これができないまま一生を終える学者もいるんですからね。それでなんでこのお香は人と世界樹をつなげられるんだ？パラハームの主な原料はマハールッカデバータが創造した植物ですから、創神様の力に対する私たちの認識を刺激してくれるのですわ。創神様の力の根源は世界樹です。つまり私たちは彼女の力をお借りして地中の奥深くにあるものの片隅を垣間見たということ。大丈夫ですわ。スメールにしばらくいらっしゃればきっと理解できるはずですから。うん、わかった。でもこいつは長い間植物の匂いが苦手だったんだけど、それはなんでだったんだ？それは彼の特殊体質によるものでしょう。お香によって創神様の力に対する感知が過剰に刺激され、何らかの乱れが生じたのです。それでパラハームの成分に似た香料の匂いを嗅ぐと、体がストレス反応を起こしていたのですわ。でも心配はありません。今のあなたはもう大丈夫です。まだ創神様の力に敏感かもしれませんが、特定の瞑想をしない限り、パラハームがあなたに影響を及ぼすことはありませんから。はぁ、それはよかったぜ。正直に言うと、あなたの感知能力が本当に羨ましいわ。たとえ一生、動悸や頭痛に悩まされるとしても、世界樹とつながることができるのであれば、一向に構いません。おぉ、そんなにこのことに夢中なのか。仕方ありませんわ。学者ですもの。私は教令院メイロン派のものです。主に星空と地上運命の関連性について研究していますわ。星空にはあまりにも多くの解けない謎が秘められています。ですので私は全知の世界樹に問うことしかできません。けれど
私の感知能力には限界があり、世界中を見つけられないこともありますし、感知によって精神を壊されないという保証もありません。私の今の修行段階は、サティアワダライフと呼ばれています。スメールの多くの学者は、この段階にとどまり、世界樹の探索中に発狂してしまいました。世界樹には神の知識が秘められており、能力のないままに触れればそれに耐えられないのだと賢者たちは言います。ですから、自分の精神を安定させるため、また他の人を巻き込まないように、なるべく一人でしています。世界樹から知識を得るのって、そんなに危険なことなのか？ハイパシア、お前はそれが怖くないのか？怖いに決まっておりますわ。特に月明かりもなく、虫の鳴き声も聞こえない夜なんかは。でも、最近は近くに小さな隣人が住んでいると知りましたから、そこまで怖くなくなりましたの。彼らが見えるようになったのも、きっと宗神様のご加護を受けたからです。知恵の神の使者なのに、人に夢を見せる力があるなんて、おかしな話ですわよね。なんでだ？この不思議な生き物に結構ぴったりだと思うけど。だって、スメール人はほとんど夢を見ないんですもの。え？そうなのか？ええ。スメールで夢を見るのは子供だけ。大人たちは見られないようですわ。賢者によれば、知恵はすなわち理性。けれど、夢で見たものは理性に欠けて、一貫性がないそうですわ。そうですの。夢の中で、人は常に自身の悩みを抱えているのです。賢者の考えでは、スメール人は夢を見ません。なぜなら、知恵の神であるマハールッカデバータの恵みによって、人は夢の中にある愚かな妄想から解放されたのですから。私はスメールの学者の家に生まれました。幼い頃から両親は、夢を見なくなった時が大人になった時だと私に教えてくれましたわ。私は一生懸命勉強して、教練員の生徒になり、研究員になりました。そしてやはり、私も二度と夢を見なくなった。けれどあの日、私が驚かせてしまった彼は、私に夢を見せてくれました。夢の内容は忘れてしまいましたけれど、突然、子供時代に戻ったかのようで、本当に不思議な感じでしたわ。子供時代の私は本当に無知でしたけれど、恐れることは何もなかった。もしかして、夢は思ったより悪くないのかもしれませんわね。あ、今後もしスメールシティに行くなら、こんな変な話を他の人に話さないでくださいね。笑われてしまいますから。わかったぜ。ところでハイパシア、こいつが世界樹のところで見てきたものに、何か心当たりってあるか？申し訳ないけど、今のところ思いつきませんわ。でも、世界樹で見たものが存在した記憶だというのは確実なことです。世界が、私を忘れて、一体、どういう意味でしょう。今のサティアワダライフの段階を突破して、パレプーナライフにたどり着けたら、その意味を理解できると思いますわ。もし、今後ここを通りかかるときは、私に会いに来てくださいな。礼などいいのです。あなたたちは私の命の恩人ですから。それに、またあなたの料理を食べられると思うと、ワクワクしますわ。ハイパシアの安全も確認できたし、知りたいことも聞けたし、そろそろガンダルバー村に戻るか。もうお戻りになりますか？また何か聞きたいことがあれば、いつでも私のところへ来てくださいね。私の隣人が見せた夢とはいえ、彼も夢の内容まではコントロールできないようです。夢の最後は確かに少し不気味でしたけど、それはきっとあなたが心の奥底で何かを心配しているからでしょう。
心配なさらなくとも、現実ではきっと乗り越えられますわ。スメール人である私は夢を見ませんから、こういうことに悩まなくて済みますけれど、最近は自分がこのせいで何かを失っているような気がします。おかしなことですわね。もうお戻りになりますか？また何か聞きたいことがあれば、いつでも私のところへ来てくださいね。スメールの学者たちはパラハームを使って世界樹とつながり、その中から知識を獲得します。危険に満ちた行為ですけれど、そうする価値はあると私たちは思っています。あなたが見たものの正体については私にもまだわかりませんわ。今の私はまだ世界樹の深いところにはたどり着けませんから、いつか私がサティアワダライフを突破し、真の知恵を手に入れることができるように祈っていてくださいな。もうお戻りになりますか？森にいる子供たちはよく精霊のようなものについて話し合っていると聞きますわ。でも私はスメールシティで育ちましたから、そういう話はあまり知らないの。まあ両親のしつけが厳しかったという理由もあるかもしれませんけど、あまり他の子供たちと遊べませんでしたの。おそらく今でも父と母は私に隣人がいてくれることを信じてくれませんわ。あ、そういえば隣人はティナリが来ることを事前に予測できたようでしたわ。木の下で遊んでいたのに急に警戒して逃げ出して、するとほどなくしてティナリが現れたことが何度もありました。今度この件をティナリに聞いてみましょう。もうお戻りになりますか？ええ、また。この近くを通りかかるときは、どうか会いに来てくださいね。喜んでお話ししますから。ある行動にもリスクはつきものだ。君も気をつけた方がいい。
ティナリ、その断り方は肝心な点を避けてると思わないか。地域を片付けるのがレンジャー長であるお前の仕事だってことはわかるさ。でもそれじゃ根本的な問題解決にならないのはお前にだってわかるだろ。カジェ様はお前がスメールシティでできることは世界中が治るかどうかに直結してるとおっしゃってるんだ。どこに断る理由がある。気性の荒いやつだね。こいつの言い分を聞こうじゃないの。ティナリには教令院に戻るようお願いに来たんであって、敵にするために来たんじゃないだろう。カジェ様直々にいらっしゃったというのに申し訳ない。僕はただのしがないレンジャー長で、カジェ様のようなチロン派の大物学者のお役に立てるとはとても思えない。この前お前さんが手紙で自分の恩師を拒絶して正論派の賢者であるあいつの面目を粉々にしたから、わしがあいつの代わりに来てやったまでよ。なるほど。先生の性格なら自ら来て僕を罵倒しないと気が済まないと思ったけど。ティナリ、お前さんの恩師もこのプロジェクトに参加した。あいつには今お前さんの力が必要だ。カジェ様、先生は僕に何をしてほしいの？スメールシティに行けばわかるだろうさ。何日かかる？まだわからん。つまりカジェ様直々にガンダルバー村までいらっしゃったにもかかわらず、前に手紙で先生に尋ねた全ての質問にはお答えいただけないと。もしそうなら恐縮ではあるけど、僕も行きますとは申し上げにくいかな。ティナリ、お前、はあ、もういいよ、行くとしよう。別に、教練員の人は僕にスメールシティに戻って手伝ってほしいことがあった。僕はこっちの仕事が忙しいから断った。ところでハイパシアの方はうまくいった？ああ、少し紆余曲折はあったけど今は元気だぞ。オイラたちもたくさんのことを聞けた。ならよかった。体も回復したんだから君たちをガンダルバー村に引き止める理由はない。ここからはスメールシティに向かうんだろ。ああ、クラクサナリデビに会って聞きたいことがあるんだ。ティナリ、彼女に会う方法を知らないか？申し訳ないけど、あの方に謁見する方法は知らない。それじゃあスメールシティに着いたら彼女のことを誰に聞けばいいかは知ってるか？そうだな、スメールシティにいた時間は長くないから知り合いも研究員がほとんどなんだよね。こうしよう、紹介状を書いてあげる。僕の知り合いの正論派研究員に聞くといいよ。彼は多くの情報を持ってるから。それに君たちがスメールシティに入るときあるものがもらえるはずだ。あんまり役には立たないかもしれないけど試してみなよ。おお、何がもらえるんだ？アーカーシャ端末ってやつだよ。教練員がマハールッカ・デバーダ様が残した遺産を利用して作ったツールでね。スメールを知恵の都市にした礎だって言う人もいるくらいだ。使い方は教練員の人が教えてくれるから、僕は出しゃばらないでおくよ。よし、それじゃあ準備してスメールシティに出発だ。でもその前に。その通り、ティナリ、コレイにはまだ大事な話があるんだ。あいつの様子はどうだ？うん、良くなったよ。長い間横になってたから近くを散歩に行かせた。北の分かれ道に向かうのを見たよ。君たちがもうすぐ行っちゃうから、そこで君たちを待ってるんじゃないかな。ありがとう、ティナリ。それじゃあ、オイラたち行くよ。うん。
じゃあね。旅が順調であることを祈ってるよ。ガンダルバー村の北の分かれ道だ。そこへ行けば彼女を見つけられると思うよ。何か大きなプロジェクトが進んでいるらしい。僕の先生も参加したみたいだ。だけど今はウリンの様子が芳しくないし、コレイの面倒を見る人も必要だ。だから僕はガンダルバー村を離れるわけにはいかない。それに教練員の職位や名誉なんかには興味ないしね。先生が直々にここへいらして僕を責めるってことがない以上、僕の助けが絶対に必要だってほどじゃないはず。この前手紙の文面がやたら丁寧だったのには慣れなかったけどね。これならガンダルバー村の北の別れ、安心して。彼女の面倒は僕が見るから。なんとかして地域の変化とマリン病の関連性を一刻も早く突き止めるよ。これならガンダルバー村の北の分かれ道だ。うん、さよなら。ここからの取材はこの辺りで質問。あ、戻ってきたんだな。う、いや、今は、行ってらっしゃいって言うべきかな。これいい！ここで待っててくれてありがとうな！オイラたち、これからスメールシティに行くんだ。うん、安心して。しっかり体を休めて、病気を治してみせるから。それに、いつも発症するわけじゃないから心配しなくていいよ。私はレンジャーだから。これからもみんなと一緒にウリンを守っていくんだ。それと、ごめんな。最初、病気のことを教えられなくて。お前たちには、同情されたくなかった。平等な友達でいたかったんだ。でも、友達には、やっぱり真心で向き合うのが一番大事だよな。これいい。謝る必要なんかないんだ。むしろ、オイラたちが礼を言うべきなくらいだぞ。昔のことを教えてくれて、ありがとな。お前の体が心配なのはもちろんだけど、それは単なる友達への心配だ。うん。ありがとう。あ、そうだ。これをあげるよ。なんだこれ。ピタのレシピだよ。この前書き写してあげるって言っただろ。字はあんまり綺麗じゃないけど、笑わないでくれよ。うわー、やったー。これでこれからはあの美味しいやつをいつでも味わえるんだな。食べるときはガンダルバー村での楽しい時間を思い出してくれたらいいな。それじゃ、見習いレンジャーコレイ、二人の旅が順調であることを祈る。また、ガンダルバー村に遊びに来てくれよ。私たちレンジャーは最善を尽くしてお前たちを助けるから。お前たちの旅が順調で、スメールシティで宗神様に会えますように。よくなったよ。明日からはパトロールチームに戻る。しばらく師匠と一緒に地域を片付けるのは難しいと思うけど、他の仕事には最善を尽くすよ。そうだ、もし近いうちにアンバーに会うなら、病気のこと黙っておいてくれる？過去のこともマリン病のこともアンバーは知ってるけど、最近病状が深刻になったことは
まだ伝えてないんだ。アンバーに心配をかけたくない。もし必要があるときは自分から言うよ。あ、わかったよ。お前たちの旅が順調で、師匠が料理できるっていうのはそんなに不思議なことなのか。師匠の料理の腕はなかなかだよ。まあ味は普通より薄いけど、師匠の舌と鼻は敏感だから香料はほとんど入れないんだ。前回ピタを作るとき、うっかり調味料を入れすぎちゃったんだけど、師匠はずっとくしゃみしてた。まあ舌足らずな師匠に私も散々叱られたけどな。お前たちの旅が順調で、スメールシティで宗神様に会えますように。うん、またちゃんと遊びに来てくれよ。口には出さないけど、師匠もきっとお前たちが来るのを楽しみにしてるから。